奇襲勢抜または奇襲攻めとは戦国時代における織田信長と橋場秀吉によるキーへの信仰のことである一般的には天正5年の信長による最下攻め同13年の秀吉によるキー攻略を指すがここでは天正9年から同10年にわたる信長の高野攻めも取り上げる信長秀吉にとってキーでの戦いは 単に一地域を制圧することにとどまらなかった。キーは自社勢力や総国一揆といった天下人を頂点とする中央集権思想に真っ向から対立する勢力の万挙する地だったからである。ネゴロ、サイカの鉄砲も去ることながら一揆や自社の体現する思想そのものが天下人への脅威だったのである。ルイス・フロイスによると16世紀後半のキーは 仏教への信仰が強く、四つか五つの宗教が、それぞれ、大いなる共和国的存在であり、いかなる戦争によっても滅ぼされることはなかった。それらのいわば宗教共和国について、フロイスは、高野山、小川寺、ネゴロジ、サイが州の名を挙げている。フロイスは言及していないが、五つ目の共和国は、熊野散々と思われる。共和国と表現されたように、 これら自社勢力や総国一揆は高い経済力と軍事力を要して地域自治を行い、室町時代中期の時点でも守護畠山氏のキー支配は自社勢力の協力なしには成り立たない状況だった。キーにおける武家勢力としては守護畠山氏をはじめ、湯川、山本、アイスなどの国人衆が挙げられる。室町時代、これらの国人衆は畠山氏の悲観化したもの。 幕府直属の方向衆として、畠山氏から独立していた者に分かれていた。室町時代を通じ、畠山氏は前日の通り人勢力との妥協を余儀なくされながらも、キーの両国化を進めていた。方向衆の湯頭も、応仁の乱前後から、畠山氏の内乱に参戦することが増え、畠山氏の軍事動員に応じ、守護権力を支える立場へと変化していった。 一方で15世紀後半以降、畑山氏の分裂と抗争が長期間続いたことが大きく響き、また、複数の強力な寺院勢力の存在もあって、武家勢力の中からキー一国を支配する戦国大名が成長することはなかった。国人衆は畑山氏の守護としての動員権を認めながらも、所領経営においては自立した存在だった。中世において、治療は、朝廷も幕府も、 無断で立ち入ることができない聖域だった。寺院内部への政治権力による警察権は認められず、たとえ無本人の捜査といえども、例外ではなかった。もちろん軍事力による介入など許されない。また、寺領内では政府の調税権も及ばなかった。このような、いわば世間に対する別天地である寺院の境内は、苦境にある人々の避難所としての性格を持つようになる。 一度時に駆け込めば、外での事情は一切問われない。犯罪者ですら例外ではなかった。境内は、貧富規制様々な人々が流入し、当時の自社の文化的先進性と結びついて、都市的な発展を遂げる。多くの有力自社は京都など、政治の中枢から遠くない場所にありながら、政治的中立、軍事的不可侵に守られて、商工業や、 金融の拠点として強い経済力を持つようになった。これを、境内都市という、高野山や根頃寺は、典型的な境内都市である。当時の僧侶は大別すると2種類に分けられ、仏法を学び修行する学竜と寺の実務を取り行う、工人があった。時代が下るにつれて、各自とも工人の力が増大し、戦国時代の時点では、寺院の武力はほとんど工人の占めるところとなり、 地員の同行も、雪虎の意志に左右されるようになる。気北の地侍たちは、高野山や根頃寺に、防衛を建立し、指定を出家させてその防衛の門手に送り込む行為を、盛んに言った。根頃寺の主だった皇人は、泉式坊が、戸橋し、次の坊が、津田市、又清麻院が、千南の地侍中市など、木のみならず泉、河内、山との地侍で構成されていた。 これら地侍出身の皇人たちが、総文という会議を構成し、ネゴロ寺の方針を決定していた。つまり、実態としては、ネゴロ寺の看板を借りた地侍の連合による、統治だった。地侍らは、境内都市ネゴロの浮力を背景に、泉南部へと勢力圏を拡大していった。最下では、昔あわ物語に、種盛りはなく、 百姓を持ちに捕まつりたる国にてこうと記されるほどに、守護の影響力は薄かった。地侍たちは、一気の結束を武器に、守護の支配を廃して、父を行った。これを、総国と呼ぶ。最下総国の範囲は、海部軍から名草、長軍の一部にまで及んだ。織田信長は、最下攻撃のために大軍を動員した、元気元年に始まった石山合戦は、 本願寺優勢の内に進み、小田信長は、石山本願寺を攻めあぐねていた。信長は選挙区を打開すべく、本願寺の主力となっていた、西河州の本拠である紀伊西下に狙いをつける。兵員物資の補給拠点である西下を攻略すれば、大阪の本願寺勢の根を枯らすことができると、考えたのである。天正4年5月頃から小田方の切り崩し工作が、始まり、 翌5年2月までに、最下国民の内釈迦教、中号、南号のいわゆる最下三組を寝返らせることに成功する。もともと、最下層には、浄土州西山派の本山である宗寺寺があり、最下州の中には、新州門ともいれば、それ以外の州派を信じる秘門とも多くいた。石山戦争の過程で、最下州の中でも本願寺を支援したい。 新州門徒と信長に対して、反感を持つ一部の非門徒が連携して、一向一期を編成していくのに対し、この動きに反発する非門徒もおり、彼らは、最下三組を中心に信長と協力して反一向一期の動きを強めていったとみられる。開戦から降伏まで、編集同年2月2日、以前から小田方に加勢していた、根頃州に加えて、 最下三組の協力も得られることになったため、信長は、最下の残り二組、最下層、十が佐藤攻略すべく大動員をかけた。信長は九日に、安土を発して上洛、執家の大海の兵に加えて、着南織田信忠率いる尾張、美野の軍勢、北畠信を、幹部への織田信兼敗下の伊勢の軍勢、さらに、紀内と越前、若狭、丹後、丹波、 ハリマの兵も合流して13日に京都を出発した。16日には泉に入り、翌17日に西賀州の前衛拠点がある貝塚を攻撃したが、守備兵は前夜のうちにカイロキーへ退却していたので空振りに終わった。同日、根ゴ州と合流して18日に佐野、22日には志立に本陣を移した。小田勢は山手と浜手の二手に、 それぞれ三万人の兵を投入して、進行を開始した。その陣容は、山手に、根頃衆と最下三組を、先導役として、佐久間信盛、橋場秀吉、堀秀政、荒木村重、別所長春、道、重宗、浜手は、滝川和増、明智光秀、長岡藤高、庭長秀、筒井淳慶、山和衆に加えて、織田信忠、北畠信を、 神戸信高、織田信金である。浜手の織田勢は、丹野輪から三手に分かれて、甲子峠を越え、最下川の防衛線を突破して南下し、中野城を包囲した。2月28日に、信長は、丹野輪に本人を進め、同日中野城は、織田方の友好工作に応じて解除した。3月1日、織田勢は、平井の鈴木孫一の館を攻撃した。 山手の小田勢は、新たちから、吹雪峠を越えて、根頃に進み、木の川を渡って東側から最下に迫った。これに対し、西下州は、最下城を本城と、なし、最下川沿いに、三六寺山城を中心として、北に、東前寺山城、上下取出、宇守山西、中津城、南に兜崎取出、玉津島取出、布引き浜の取出を築き、 川岸には柵を設けて防衛線を構築した。日時は特定できないが2月24日以降、山手先方の堀秀政勢が、埼玉川の都下を試みた。木の国名所図へ、牧野に、埼玉合戦によれば、埼玉勢はあらかじめ、埼玉川の底に酒もぎ、桶、壺、槍先を沈めておいて、都下の妨害を図った。小田方が川を渡ろうとすると陣馬が足を取られて、 前進できず、また川を越えた者も,も湿地帯で、動きが鈍っているところに、頭上から25人ずつが二列王隊を組んで、寒暖なく鉄砲で狙い撃ち、さらに弓隊がいたてた。これにより小田方は多大な損害を受けて退却した。その後、ゲリラ戦に持ち込まれ選挙は、膠着状態となったが、鈴木孫ご土橋若大部、続村三郎大部七人は連勝して、生死を差し出し、 信長が大阪表での事態に配慮を加えることを条件に幸福を誓ったため3月15日に信長は衆院状を出して謝面した21日信長は陣払いして京都へ引き上げただが足利義明や毛利輝元は小田方は敗北したと献殿した信長は引き上げるにあたり最後週の再起に備えて佐野取りを築かせ完成後は 織田新張りを中流させた。だが、半年もしないうちに、西賀州は再び挙兵し、信長と戦うことになる。再起と近隣への報復、編集同年7月、西賀宗十が里の諸子を中心とする、西賀州が兵を動かし、先に、信長に組みした三組の州への報復を始めた。8月16日、井の松原において、鈴木孫一らの西賀州は、 日高軍の国人、地侍の応援を得て、南郷の土豪、稲井秀治、岡本康家らと戦い、これを撃破した。同時期に、信長は、佐久間信盛夫子を対象に7万から80、000、人の軍勢を動員して再び、彩よ翌天正6年5月、最下層、十ヶ里に、中郷、南郷の兵も加わって、宮里の大田城を1ヶ月にわたり包囲攻撃したが、 楽場には至らなかった。宮里は、その後、本願寺に謝罪して、謝免を受けている。石山会場後、編集天生8年に、本願寺が、織田信長とは僕してから、最下では、次第に、鈴木孫一と、土橋若大部が対立するようになった。天生10年1月23日、鈴木孫一は、土橋若大部を暗殺した。孫一は事前に、信長に連絡して、 内諾を受けており、小田新張とその配下の泉州、根頃州の応援を得て、土橋市の阿波村の館を攻めた。土橋派は、若大部の維持人を立てて交戦したが、2月8日には、土橋平次、平安氏兄弟は逃亡、根頃寺泉氏希望は打ち取られるなど最下の内紛は、孫市の勝利で決着した。信長の後ろ盾を得た、孫一主導のもと、彩下州は、 織田信高の四国攻めに、船百艘層を提供するなど、織田氏との関係を強めていく。高野山は、新言州の本山として、比叡山と並ぶ、信仰の中心であるとともに、全国に散在する事業の合計は17万国に、達するキーの一大勢力であった。高野山と織田信長の関係悪化は、天正初年の山和内軍の領有問題に絡む、トラブルに始まる。 同8年うるう3月に、荒木村重の残党5人が、山内に逃げ込み、これを察知した信長は7月に、前田利家、不和工事を使者として、高野山へ差し向けたが、高野山川はこれを拒否した。8月、境万所の松井雄敢配下の足軽32人が、山内に入り、荒木残党の捜索を行ったところ、高野山川によって、全員殺害された。 その報復として信長は9月21日、諸国の高野清を捕らえるよう命じた。高野さんは朝廷に嘆願したり信長にも謝罪の使者を送ったりと和平工作を継続していた。信長も9月21日に内軍の領有権を認める主因状を高野さんに与えるなど、直ちに武力行使に踏み切る意思はなかった。だが発端である。 荒木山党の引き渡しについては最後まで合意に達しなかった。天正9年8月17日、信長は高野清数百人を安土において処刑した。これを契機に世間では高野さん攻めが行われるという噂がルフするようになる。戦いの有無と規模に関する考察、編集、高野春秋編年収録によると10月2日に、 堀秀政が根頃に着陣したのを皮切りに、総大将、神戸信太会か、岡田重隆、松山正五郎らが、木の川筋に夫人、山和口には、筒井淳慶、佐田地府を廃し、高野七口を塞いで、総勢13万7224人に達したと、される。これに対し、高野山川は、領内の総兵や地侍に、諸国の浪人を加え、 合計3万6千余の軍勢を集めたとする。しかしながら、当時なお多方面に敵を抱えていた小田氏がそれだけの兵力を高野山に投入することができたのかという疑問、また大軍に比して、それを指揮する武将の格が低すぎること、なお挙げられている人物には明らかに投じた方面で、働いているものが含まれていることから、高野春秋のシルス合戦規模については疑問符をつけざるを得ない。 とはいえ、高の攻め自体については、各種資料に残る断片的な情報から、虚構とも言い切れない。高の山川の記録よりもかなり小規模な形で、戦いがあったとも考えられる。この項目では、基本的に戦いが実在したものとして扱う。戦闘経過、編集、高の山川は、伊藤、長、有田軍の領内の武士を総動員し、軍師、橋口隼人を中心に、 高野七、鳥出をはじめとする多数の鳥出を築いた。そして西の、麻生津口と北の学文寺口を特に重視して、麻生津口に、南連上院弁船、学文寺口に、河尾院会王を大将として配置した。また学旅方の老連の僧が交代でごを焚き、信長降伏の祈祷を行った。天正九年十月、織田勢は、木の川北岸一帯に布陣し、総大将。 織田信鷹は、八伏山次郎に本陣を構えた。根の州も織田方として動員された。織田勢と高野勢は、木の川を挟んで退治する形になったが、なお交渉は継続しており、同年中は目立った戦いはなかった。天正十年一月、信長は、松山信介をわに派遣する。松山はわに築城し、二月諸島には盛んに、黒山方面へ攻撃を仕掛けた。 同月9日、信長は、武田攻めにあたって、筒井淳慶以下山和州に出陣を促した。同時に、山和州の一部と河内州は残留して、高野山の抑さとなるよう命じた。14日、高野勢はタワ城並びに、筒井勢の守る山和口の砦を攻撃。同月末、小田方の岡田重たからが、学文寺口の西尾山の砦を攻めたが、武将二人を失って撃退される。 3月3日、高野勢54人が田和城を野衆して、損害を与えた。10日、早朝、小田勢は野衆の報復として、寺尾団の砦を攻撃、上昇要因が討ち死にするも寄せての損害も大きく、撃退された。4月初め、小田信高は、四国攻めの大将に任命されたため転任。同月、小田方の武田党内らが、麻生津口の飯森山次郎を攻撃した。 高野勢は、大将、南連上院弁戦と、副将、橋口隼虎がこれを防ぎ、竹田ら4勝を打ち取り、後首131を上げる、勝利を得た。6月2日夕告に至って、高野さんに、本能寺の変の情報が届く。間もなく寄せては、撤退を開始し、高野勢はこれを追撃し勝利した。高野さんは、危機を脱し、8月21日には、温床が行われた。 橋場秀吉像根頃寺は、室町時代においては、幕府の保護を背景に、木、泉に八ヶ所の荘園を領有し、経済力、武力の両面において強力であった。戦国時代に入ると、木北から河内、泉南部に至る勢力圏を保持し、寺院上閣を構えてその実力は、最盛期を迎えていた。天正三年頃の寺内には少なくとも百五十以上の防音があり、 僧侶など五千人以上が居住していたとみられる。また根頃州と、通称される強力な総兵武力を要し、大量の鉄砲を装備していた。根頃寺は信長に対しては一貫して協力しており、友好を保っていたが、橋場秀吉と徳川家康、織田信夫の戦いにおいて、留守の騎士城を襲うなどしたほか、大阪への侵攻の動きも見せていたため、秀吉に強く警戒されており、 秀吉側は、寝頃寺を攻略する機会を伺っていた。本能寺の変は、西賀州内部の力関係も一変させた。天正十年六月三日朝に、堺経由で情報がもたらされると、親オ田派として、幅を利かせていた。鈴木孫一はその夜のうちに、西賀から逃亡し、四日早朝には、藩オ田派が放棄して、孫一の館に放火し、 さらに残る孫一の与党を攻撃した。以後最下は、旧藩を田派の土橋氏らによって主導されることとなった。土橋氏は、根ゴ寺に、泉氏希望を混流して、一族を送り込んでいた縁もあり、根ゴ寺との協力関係を強めた。また、織田氏との戦いでは敵対した、宮里などとも関係を修復し、それまで、領土の境界線などをめぐり関係の際どかった根ゴ 最下の協力関係が生まれた。再建岸和田城、天正十一年、秀吉は、八谷頼高大海に転出させて、中村和氏を岸和田城に入れ、キ位に対する備えとした。一氏の直属兵力は三千人ほどで、岸州勢と対峙するには十分でなかった。そのため、泉州をそのより木としてつけ、合わせて五千人弱の兵力を編成した。これに対抗して、根頃、 西賀州は中村、沢、田中、関禅寺、戦国堀に付け城を築く。以後、岸和田勢と紀州勢との間で小競り合いが頻発するようになった。寝頃、西賀州は畠山忠しを名目上の名手に立て、さらに、紀南の湯菓子の支援も受けた。同年7月、県女は詐欺森から貝塚に移った。同年秋頃から紀州勢の動きが活発になる。 10月、一宇治は、兵力で劣るために、正面からの戦いを避け、野州で対抗するよう指示を出した。同12年1月1日、年明け早々に、奇襲勢が朝掛けを行う。3日、今度は、奇襲は打勢が、奇襲側の5箇所の付け城を攻め、これを守る戦難の地侍らと激戦となった。16日、奇襲勢が来園し、五条の城兵と合わせて8000人の、 兵力となり、岸和田をつこうとした。岸和田勢は6000人の軍勢で対抗し、小木川で迎撃して、岸襲勢を退けた。大阪襲撃、編集同年3月、根頃、西河州及び小川寺しとは、日高軍の湯川、玉城氏の火星を得て、泉へ出撃。さらに、淡路の関東武町の水軍も加わり、18日には、追陸から岸和田、大津を脅かした。 大津の地侍、真鍋貞夫佐は、関水軍の二百0千人を撃退した。二十一日、秀吉は、尾張に向けて出陣。翌二十二日、奇州勢は二手に分かれ、一手は、土橋平進兄弟を将として四0から5零零零人で、岸和田城を攻撃した。もう一手は、境を占領して、境万所、松井勇敢を追い払い、さらに26日には、 住吉や天皇寺に進出して、大阪城留守居の八塚家政、伊古町かまさ、黒田長政らと戦った。未だ建設途上の大阪の町は、全く無防備で、紀州勢は、大阪の町を破壊し、焼け払いつつ進行した。また、盗賊が抜古し、略奪が横行し、その治安の悪化は、安土炎上寺に匹敵したという。最終的には大阪は守られ、紀州勢は、境、 岸和田からも撤退した。この戦いを岸和田合戦という。この構成は秀吉が小牧、長久手の戦いに出陣しようとした矢先に行われ、秀吉は一度は予定通り21日に大阪を出立したもののその後また大阪に戻るなど、出穴をくじかれることになった。その後も4月には安田安政が買わな内県山に進出し、8月には宮間城を築いて、 活動拠点とした。またこの時期、根頃、西賀州は四国の長祖壁氏とも連絡を取り合っていた。天正13年2月、秀吉は小早川隆景に対し、毛利水軍を岸和田に派遣するよう命じた。これを受けて、隆景は3月1日に自ら出発の準備を行い、間もなく隆景率いる毛利水軍が出陣してきた。秀吉の奇襲攻めに際し、 県女は神徒に、秀吉への基準を呼びかけた3月9日、秀吉は、貝塚寺内に大使金星を発行して、安全を保障した。同日、秀吉政室の自助構造数を貝塚本願寺へ派遣し、親睦を深めた。同月上旬、秀吉は、木敷王号使者として根頃寺に派遣し、王号は拡大した治領の一部返還を条件に、和睦を圧戦した。 圧戦案に対し、根頃州の間では賛否分かれたが、反対派は夜中に、王吾の宿舎に鉄砲を打ちかけ、このため王吾は、急いで、京都に帰還した。ついに秀吉による、キー信仰が開始された。情報税は、秀吉自ら指揮する10万人。先人は、老いの橋場秀治、浦州、山手の二手に分かれて23段に布陣した。さらに多数の軍船を揃えて、 小西幸長を水軍の将とし、海陸両面から根頃、西河を攻めた。これに対し、根頃、西河周和佐は沢、赤前寺、畑中、戦国堀などの戦乱症状に、合計9000余人の兵を配置して迎撃した。3月20日、先人の秀次勢は、大阪を発し、海塚に到着。21日、秀吉は、大阪を出陣し、岸和田城に入る。 同日、先人諸星は、戦乱城西軍に接近したが、すでに疲労すぎていたことから、即日攻撃か翌日に延期するかで議論になった。中村和氏が、これだけの兵力差があるのに攻撃を延期するのは、他国への印象が悪いと即時改戦を主張したため、直ちに先端が開かれた。戦国堀城場攻防戦、編集この時の戦いの様子は、戦国堀城場の戦いも参照。 まず防衛戦の東端にあたる戦国堀城で攻防が始まった。戦国堀城にこもるのは、上昇王や左王一以下根頃州の精鋭1400の位置、500人、他に、婦女子など、非戦闘員が4000から5000人、加わっていたとされる。攻める、情報勢は、橋場秀治を首相に、堀秀政、筒井貞治、長谷川周一の少将だった。 長谷川、堀勢いら1万5千人が進撃すると、上兵504人が撃って出て横合いから、弓、鉄砲で奇襲を仕掛けた。木内より鉄砲を放つこと、兵鎖にゴマを幕くがごしという猛烈な射撃により、情報勢は多数の死傷者を出した。筒井勢などは、参加の山和州、伊賀州を合わせて8000人で戦闘に臨んだが、上兵の銃撃の前に進撃を阻まれた。 味方の苦戦を見て、橋場秀治は、戦国堀城がにわか作くりゆえに防防備は十分でないと、推測し、田中義政、渡瀬茂仙ら直属の将兵三千四人を、側面から城に突撃させた。しかしこれも城型の弓、鉄砲の反撃にあって、多数の討ち死にを出す。秀治は、自身の馬回りも投入して二の丸に突入させ、城兵三百四人を討ち取って、 さらに本丸を攻めるが、またしても、城兵の弓、鉄砲により阻まれた。一連の攻防により、秀次勢の死傷者はわずか半時の間に千余人に、達したという。この時、筒井勢の内中坊秀行と伊賀衆が絡めてに迂回して、城に接近し、城内へ火矢を追い込んだ。この火矢が、木内の炎症像に引火爆発したため城は炎上。これが致命傷となり落城した。 奇つの人間は焼け死に、撃って出た城兵はことごとく戦死した。秀吉は人も動物も皆殺しにするよう厳命し、城内にいた者は、非戦闘員は、愚か馬や犬猫に至るまで全滅した。関前寺、沢城の会場、編集畑中城では、秀軍の地侍、農民らからなる城兵と、中村和氏が対戦した。戦国堀城が陥落した21日夜、 城兵は城を自焼きして退却した。同じ日の夕刻防衛戦の中核たる、赤前事情でも戦闘が始まった。井出原うこ山田連池の坊らの指揮する根頃州からなる城兵に対し、細川忠興、大谷吉継、加茂府州池田テルマサラが攻撃を担当した。城兵は石、弓、鉄砲を放ちながら撃って出て、 寄せての先方細川勢と激戦を繰り広げた。細川勢の犠牲は大きかったが、加モ勢も戦線に加わり松井康行を先頭に、攻撃して城兵は城内に引きこもった。翌22日、貝塚小坊の住職占い班、西良鎮の仲介により、赤前事情は解除した。西端の沢城でも戦いが始まっていた。城を守る蔡家州を攻めるのは、高山とも、 中川秀政の領勢である。ここでも押し寄せる、情報勢に、城兵の鉄砲という図式は変わらず、寄せ手の負傷者は、多数に上った。中川秀政は自ら陣頭に立って工場に当たり、二の丸を破って本丸に迫った。本丸に追い詰められた城兵は、投稿を申し出、秀吉の許可のもとに、橋場秀長が生死を入れ、23日に開城した。 沢城の会場により泉の奇襲川城西軍はすべて陥落した。根頃、最下州の敗因、編集、根頃、最下の鉄砲州はその質量を両面において戦国時代随一の鉄砲隊だったと言ってよい。だが彼らが守りを固めていた泉の前衛城西軍は情報勢の攻撃開始から3日間で崩壊した。これは奇襲側にとって完全に見込み、 違いの結果だった。戦うたびに大きな犠牲を払うような不経済なことは極力避けたいというのが戦国大名の真理であった。ゆえに戦闘において前衛が大損害を被れば、それ以上無理押しをしないのが彼らの一般的な対応だった。そのため、根頃、蔡賀州は相手がどれほどの大軍であっても先陣を切って攻めてくる敵の精鋭さえ打ち倒してしまえば、 それで敵を退けることができると考えていたと思われる。だが、この時点ですでにい大名を圧倒する国力と兵力を有していた秀吉は、兵力の存亡をさほど重んじなかったため、根頃、最下周側の思惑が外れたとの見方がある。国宝の根頃寺王道。消失を免れたが、当時の断魂を残している。再建後の古川寺本堂3月23日。 泉を制圧したのを見届けて秀吉は岸和田城を発し、根ゴ寺に向かう。根ゴ州の主要兵力は泉の戦線に出払っていて、寺には戦闘に耐え得る者はほとんどいなかった。残っていた僧侶は逃亡し、根ゴ寺はほぼ無抵抗で制圧された。その夜、根ゴ寺は出火して炎上し、本堂、多宝島や南大門など一部を残して海人に返した。 ネゴ寺は三日間燃え続け、空が赤く輝く様子が当時海塚にあった、本願寺から見えたという。ネゴ寺炎上の原因については、ネゴロ川による寺焼き、説、秀吉による焼き討ち説と兵士による命令によらない、放火、または、失火説がある。同日、もしくは翌二十四日には、小川寺が炎上した。少し遡って二十二日、有田軍の国人白河市に誘われて、 情報税に寝返った、最下層の丘州が、同じ最下の港州を銃撃し、サイは大混乱に陥った。同日、土橋平進は、長我壁元地下を頼って、船で土砂へ逃亡し、港州も船で脱出しようとしたが、人が乗りすぎて沈没する船が出るなどして、大勢の死者が出た。翌23日に、情報税の先方が最下層に侵入し、 24日には寝頃を発した。秀吉も木の川北岸を精神して、彩花に入った。同日、情報税は、阿波村の土橋市局館を包囲した。また情報税は、港、中野島一園に放火し、他の地域もおおむね半分から3分の2は消防したが、詐欺森寺内及び大岡、宇治は、無事だった。こうして、最下層は、最後もうちは散々に据えて自滅と評される最後を、遂げた。 そんな中、25日には秀吉は、君井寺に参詣する。西賀修山党が、大田城に牢城し、情報勢の本体は、大田城攻めに当たった。その一方で、戦国秀久、中村和二、小西行長ながらを、別動隊として、紀南へ派遣し、平定に当たらせた。情報勢の奇襲攻めを前に、紀南の国人衆の対応は分かれた。日高軍を中心に、 大きな勢力を持っていた、湯川直春は、交戦を主張したが、有田軍では神保、白樫氏が、日高軍では、直春の娘婿、玉城直和が、湯川氏と田元を分かって、情報税に基準した。このため湯川直春はまず白樫氏と、なじま表で戦い、続いて、玉城氏の手っ取り城を行為した。有田軍は、紀伊守護の価格を持つ畑山聖章、帝政府氏の本拠である。 畠山氏は、実験はないものの、秀吉との構造にあたっては、根頃、最下週に、名目上の名手として担がれており、情報勢の攻撃対象になった。そして畠山悲観の白化し神保氏は前日の通り情報勢に寝返った。三月二十三日以降二十五日以前に、情報勢は、畠山氏の市場取り城を攻め落とし、さらに本拠の岩室城も陥落して、 畑山忠氏生は敗走した。日高軍でも3月23、24日頃には、情報税が来襲し、湯川領に侵攻した。直春は防ぎがたいと見て、小松原の館も亀山城も、自焼きして逃れ、叔父の湯川京春の守る泊城へ交代した。しかし、泊城にも、戦国秀久、杉若武心が攻め寄せ、28日までには城を捨てて、退却し、 龍神山城を経て、熊野へと向かった。田辺に入ってきた、情報税三千四人は、同地の神社仏閣をことごとく焼き払い、その所領を没収した。室軍では、口熊野の山本氏が、湯川氏に同調して、徹底抗戦した。情報税は、泊城占領後に二手に分かれ、杉若無神はおよそ千人を率いて、山本康忠のる龍松山城に向かい、戦国秀久。 尾藤地戦、東道高虎は千五百人の兵で湯川勢を追った。4月1日、千石ら三将は、潮見峠において湯川勢の反撃を受け、退却した。同じ頃、杉若勢も、美保寺河原ので、山本勢に敗れ、討伐戦は頓挫する。だが、湯川、山本勢にも情報勢を駆逐するほどの力はなく、この方面の戦いは長期化することになった。一方、久では、 神宮の堀内自然が4月13日以前には降伏したのを筆頭に、高河原の小山、色川氏白はいずれも情報勢に基準し、それぞれ本領安堵された。また、朽ち熊野でも、あたかしは基準した。4月10日、秀吉は高野山に死者を派遣して、降伏を進め、これまでに拡大した領地の大半を返上すること、武装の禁止。 無本人を三内にかくまうことの禁止などの条件を飲まねば全山焼き討ちすると言いした。高野さんの僧侶たちは表情の結果条件を全面的に受け入れることに決し、16日に客層の菊井、王吾を使者に立てた。王吾は高野長方の佐賀天皇の神官と空海主員の文書を携え、宮里に在陣中の秀吉と面会した。王吾の弁明を秀吉は受け入れ、 高野山の存続が保証された。その後、10月23日までには、高野山の武装解除が完了した。この結果高野山は、滅亡を免れ、太鼓検知終了後の天正19年に1万国の所領を安堵された。また目次起用後個人に宣告が与えられた。同20年、大政諸追前にあたって帝発寺を混流した際に、秀吉から1万国寄進されたため、 計二万千国となり、江戸時代もこれが治療として確定する。木敷王子像最下層は、情報税により占領されたが、大田左近総忠氏を対象になおも、地侍ら五千人が、日の熊国に欠かす神宮にほど近い宮里の大田城に、牢城した。3月25日、中村和氏、鈴木真一が城を訪れ幸福勧告を行ったが、城型は拒否した。詳細化の戦闘。 編集大田城以外にも、最下では、複数の城が抵抗を続けていた。佐竹伊賀守るは、的場源子郎と共に小細下の城に牢城し、32日間に、渡って守り抜き、大田城開城後に続いて開城したという、大田城攻防戦。編集この時の戦いの様子は、第二次大田城の戦いも参照。大田城はフロイスが、一つの死のごときものと表現したように、 単なる軍事拠点ではなく町の周囲に水路を巡らした観光集落である。この城を、秀吉は当初兵糧攻めで攻略する予定だったが、兵糧攻めでは時間がかかりすぎるために水攻めに変更した。強行ではなく、持久戦を選択した理由として、兵力の損耗を防ぐことも、去ることながら犠牲が増えることによって、苦戦の印象が広まるのを回避するためだったと思われる。 これに先立つ泉戦国堀城の戦いでは、城の炎症像が爆発したために一日で、攻略できた者の,の工場側にも多大な犠牲が出ており、大田城でその二の舞を演じることを恐れたと考えられる。また一面では、本来大田城を守る存在であった水を使って、城を攻めることで、水をも支配する自らの権力を誇示しようとしたとも考えられる。水攻め堤防は、 全長7 2キロメートル高さ7メートルに及んだ。情報税は、秀吉自身を総対将、秀長と秀次を副将として、その下に、細川忠興、加茂府州中川秀政増田中森、筒井貞治、浮田秀家、長谷川周一、八塚正勝、前の町体などの編成だった。3月28日から築堤が開始された。この築堤工事の途中、 甲賀州の担当部分が崩れたため、甲賀州が海域留罪となり、山中山と守る重友は所領を没収された。4月5日までには完成し、注水が始まる。一方城の北東には、以前から地水及び防御施設として包みが築かれており、牢城が始まると城型によって、さらに補強された。横包みの存在によって城内への浸水は防がれた。 横包みが描かれた、えず4月8日、横包みが切れて城内へ浸水し、城型を混乱に落とし入れた。ところが、横包みが切れたために水圧に変化が生じたことで、老城側はこれを真意とみなした。工場側は直ちに堤防の修復にかかり、13日までには修理を完了させた。17日に、織田信夫、18日に、徳川義井と、 石川和正が最下を訪れる。秀吉は当初、水攻めが始まれば数日で降伏させられると考えていた。しかし一度派手したことで牢城側は真意を信じ、粘り強く抵抗していた。4月21日、工場側は一気に決着をつけるべく、小西行長の水軍を堤防内に導く。畑船や大砲も動員してのこの攻撃で、一時は上域の大半を占拠した。 だが、城兵も鉄砲によって防戦し、寄せ手の損害も大きく撤退した。攻略には至らなかったが、この攻撃で老城側は、抗戦を断念し、翌22日、主だった者53人の首を差し出して降伏した。53人の首は、大阪天皇寺の安倍野でさらされた。また主な者の,の妻23人を張り付けにかけた。その他の増票。 農民らは赦免され退場を許された。秀吉は降伏して城を出た農民に対し農具や火災などの財所への持ち帰りを認めたが武器は没収した。これは兵農分離を意図した資料上初めて確認できる刀狩り例と言われる。宮里の精神的支柱だった日前宮は車連を破却され車両を没収された。日高、室軍の一部では依然抵抗が続いていたが、 その他の地域はむね情報税により制圧された。紀伊平定後、秀吉は国中の百姓の刀狩りを命じる。紀伊一国は、橋場秀長領となり、秀長は、紀伊港に、吉川平介、日高に山に、青木和則、小川に、東道高虎、田辺に、杉若武進、新宮に、堀内自然を配置した。また東道高虎を武行として、若山城を築城し、 その状態に、桑山茂春を認じた。秀永による、天正検知は、天正13年うるう8月から始まり、翌々年の同15年秋以降に本格化する。和ギと直春の死、編集4月末、湯川直春は、犯行に転じたため、これに対応するため四国征伐軍の一部が裂かれ、キーに差し向けられた。9月24日、榎ノ峠の合戦で湯川勢は、 破れて山中へ引きこもった。だが同月末には、再度後世に出て、討伐に当たった、杉若無心、桑山重春、美藤志野守るらは、苦戦を強いられた。結局情報勢は、湯川らを攻め滅ぼすことはできず、和儀を結び湯柱の本領を安堵した。翌天正十四年、湯川直春は死去した。直春の死については、毒殺説と病死説がある。国人衆その後、 編集湯川氏は、直春の小湯が三つ春が三千国を安堵された。一方で、山本、岸、めり三地玉城氏は没落した。神保、白河氏ら早期に降った者は所領を安堵されたが、かず玉城氏は一万国と伝えられる所領のうち、安堵されたのは三千五百国だった。生き残った熊野の諸将はおおむね堀内氏に統括されたが、色川氏などは、堀内氏との因縁から、 その指揮下に入ることを嫌い、朝鮮出兵の際には、東道氏の指揮下に入った。天正19年に、秀長が没すると、養子の秀安が後を継いだが、秀安は文禄4年に休止した。以降の木は、秀吉の直轄地となり、山和郡山城主の増田長森が大官として、支配を行った。木の国一揆、編集、豊臣秀長は、 一気勢に対し容赦ない弾圧を加えた。この戦いで、キーの自社、黒人勢力はほぼ屈服、滅亡させられたが、各地の地侍はその後も放棄を繰り返した。守護の支配さえ名目に過ぎなかったのが、豊臣秀長領、ついで、秀吉直轄領となり、天章検知や刀刈りが行われた。次の浅野市の統治下でも、軽長検知が行われ、 地侍たちは財産を削られるだけでなく、社会的地位まで否定された。こうした急速な近世的支配に対する反動が、土豪一揆という形で紛失した。天正14年8月、熊野から日高軍山地境にかけての山間部で一揆が起こり、吉川平助らによって鎮圧された。慶長3年9月、前月の秀吉の死に乗じて再び、日高軍山地境で一揆が起こり、 増田長森の指揮のもと堀内、杉若志ら、日高、室群の諸将によって、老若男女の別なく、撫で切りにするといった弾圧の末に鎮圧された。慶長19年12月、大阪冬の陣に乗じて、奥熊野の地侍、山節らが放棄し、新宮城を攻撃した。一期勢は熊野川で敗退し、浅野勢の奥熊野侵攻によって初語らずで鎮圧された。 この一騎で363人が処刑された。翌20年4月、大阪夏の陣の勃発に伴い、日高、有田、長草の地侍が、浅野長明が留守の若山城を狙って放棄したが、再度鎮圧された。処刑者は443人に上った。浅野側は、この2回の一騎を、木の国一騎と称した。木の国一騎の敗北によって、 土着勢力の抵抗は収束した。奇襲性抜はその範囲は、泉、キーの2カ国に過ぎないが、この一連の戦いでは中世と近世とを分ける、いくつかの重要な争点が存在した。比叡山や高野山は、自社の中でも最高級の核を持ち、その中立性と不可侵性は、中世を通じて尊重された。またその独立性は、 権力者の介入を退けるだけの経済力と軍事力によって裏打ちされたものであった。一度境内に入ってしまえば、外の事情は一切考慮しない、誰でも受け入れる。ゆえに、権力者が寺内で権力を振りかざすことも認めない。このような自社の思想を伊藤正俊は無縁と呼ぶ。織田信長は自社の無縁性が敵対者の盾となることを嫌った。 比叡山に対する、浅井・浅倉軍の退去要求、高野山に対する荒木山刀引き渡し要求など、信長は、敵方の人間を受け入れないよう自社に対し要求した。これは外部に対する独立、中立性の放棄であり、無縁の思想からすれば受け入れられないものだった。こうして比叡山焼き打ち、高野ゼめへと、つながり、比叡さんは滅び高野さんは、信長の王子によって命拾いした。 橋場秀吉も、自社に対する姿勢は信長ほど過熱ではなかったものの、基本的には、信長の態度を受け継いだ。高野山降伏後に秀吉は、無本人や、犯罪者をかくまうことを禁止する。受け入れていいのは、よ手て人だけだと告げた。天下人がすべてを掌握し管理する金星。中央集権体制にとって、権力の介入を跳ねのける、自社勢力の思想は相入れないものだった。 もっとも、この時代以前にも、例えば、平野清盛は、朝廷より、比叡山攻めを命じられており、また、南北朝の争いにおいては、比叡山は、南朝佐方を支援するなどしている。不可侵性が犯されたり、非中立的に外部権力との関わりを持ったりしたのは、戦国時代が初めてというわけではない。戦国時代後半の社会は、二つの相反する。 可能性を示唆していた。一つは、信長、秀吉の天下統一事業に代表される、強大な権力者を頂点とする、中央集権体制、いわば、盾の支配である。そしてもう一方に、加賀一行一騎や、伊祭華などの総国一騎を代表とする大名の支配を止した、地域自治体制、いわば、横の連帯があった。両者は相入れないものであり、信長、 秀吉が天下統一を達成するためには、どうしてもこれら創国一揆を屈服させなければならなかった。信長によって、加賀一向一揆は壊滅したが、最下創国屋根ごろ州は未だ健在であり、秀吉はこれに対する敵意を隠さなかった。大田城の会場に伴い死を与えられた者たちは、一揆の主導層である地侍である。続いて行われた検知、刀狩りも、その目的には、 平農分離、すなわち体制の一部として、天下順に従う武士と、単なる非支配者である農民とに、国人、地侍を分離し、解体することが含まれていた。その後の武士は、事業地を与えられてもその土地と、私的な関係を結ぶことは許されなくなり、総国一揆が、再び芽生えることはなかった。やがてこうした体制は、徳川政権の時代に入ると、 死の交渉による強い身分制度や反制度などへと強化された。自社勢力や総国一揆を存立せしめたのは、彼ら独自の軍事力によるところが大きい。これらを解体するためには、自社や自侍、そして農民をも武装解除することが必要だった。秀吉は、大田会場時に指導層の自侍を処断する一方、一般農民は退場を許したが、 この時農民の武装解除を命じた。この武装解除命令は、後年の全国の刀狩りの講師として、原刀狩り令と呼ばれる。ついで2ヶ月後の天正13年6月、紀州総国及び、高野山に、刀狩り令が発せられる。武装解除させられた高野山に、もはや権力の介入を拒む術はなく、自社の中立、独立性は否定された。そして、 天正16年7月8日、全国に刀がりレが発せられた。海津一郎は、大田の決戦は、中世を象徴する、宗教的な民衆武力と、兵能分離の近世秩序が、真正面から戦い合った、日本史上のクライマックスであり、紀州は、秀吉の平和、すなわち、日本の近世社会の発祥の地であり、それに抵抗した中世終焉の地だったことになると、述べている。 ここに、自社勢力は消滅し、総国一期はついえ、武家による一元支配の禁制が始まる。項目全体に参照したものを主に信長の、奇襲攻め部分に参照したものを主に秀吉の、奇襲攻め部分に参照したもの、ありがとうございます。